じゃあ誰なんだろう、弟さんだと思ったけど。言ってもあれなんだろうな。会議に来たのが直吉さんと、あと一人誰、白色だっけ、ヨナミさんかな。俺も一応行って。俺も行かないです。最近ずっとバイト先で終わる。うわ、バイト先でご飯食ってんのか、まかない。いいね。いや、コンビニだから入ったけど、ね、11位だったらインポスター3人もいと思うけど。わお。いやいやいや、うん、いいでしょ。まあ、とりあえずやるか。よし、行くぞ。あ、弁当掃除からやろう。でででで、よいしょね、オッケー。おっぱい、行くぞ。原子炉あれか、ボタン押すやつや、めんどくさいやつ来た。オッケー、ナイス。それうまいね。よし、行こう行こう。小僧太さんと正人さん三条で、五号さんいた。五号さんがいてって感じか。山並さん、よしよし。あ、小僧太さんや。死んでる可能性あるな、これ。ソータさん、あ、違った。あっと、なお、きっちりとマサトが死んだ。なお、一番喋れる組が。おい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 、喋れる組、喋れる組消えたぞ。とりあえず、ロッカールームに直吉さんが死んでる。あ、まあ、でね、マサトさん、もしかしたらリアクターじゃないかなと思うんですよ。その時に一緒にいたのが、マサトさんと小僧太さんだったんですよ。それは結構前やったけど。うん、はい。科学者なんですけど、はい。停電が起こった後に見たら、マサトさん死んでました。あ、じゃあ、小僧太さんの可能性高いか。停電の時に誰かもやった。うん、停電までには多分、やられた。確かに、停電の前まで、停電の前までは、特に誰もおらんかったかな。一回行ったんすよ。あ、ちなみに俺、エンジニアね。あ、うん、おぉ、大田さんエンジニア。エンジ、エンジ。で、ゴーゴーさんと、小僧さんがスキャンで白になったって。幼稚園児で、まあ、ヒロさんの前で、白昼堂々弁当使ったからあれだけど。弁当使ったから、え、今そんな職業あんのかなって思って、ずっと分かんなかったから何にも言えなかった。あるんです。あるんですよね、それが。ありますよ。全然知らねえんだよな。クールタイム30秒付きだけどね。あと、弁当の中にいるのも制限時間あるけど。じゃあ、で、その弁当で、ヒルさんの前で白昼堂々弁当使って、そのリアクターの方に行ったんですよ。うん。でもその時はね、別に死んでもなかった。あ、そうなんだ。うん。だからその後に停電起きたから。あー。じゃあわかんないな。じゃあわかんないからスキップかな。あ、うん、これ第3入ってる。あ、第3。いや、違うって。てか、あれよ。しゃべる組潰しちゃダメっすよ。放送事故だよ。よし、でも排水の修理だけか。じゃあ誰なんだろう。小僧太さんだと思ったけど、ゴーゴーさんも違うってことは近くにいたもんな。あ、でも可能性あるのかな。小僧太さんがあそこ行ったのか、上の方行った。ゴーゴーさんでしょ。だからここでもいいんだけど、じゃあなんか
これ難しいな。これか。なん、嘘だろ。チャイ、助けてくれ。早っ、早っ。己と違う。無理。早いね。ん？無理これ。おい、何がさ、なんか喋る人を殺したらあの放送事故だよ。おめえじゃねえかよ。喋る人を殺してんだおめえだろうが。エンジニアでもねえくせによ。ちょっといいっすか。あのね、はい、あの、キルクールタイム、長い。え、何秒？誰？ 40。短いでしょ。この人数で40って短い方だよ。え、あ、モータルさん？そうだよ。モータルさんだったらか。ちょっと俺ミラージュさんになるわ、はい、ミラージュさん。は騙されたなじゃねえんだよ。騙してる場合じゃないでしょ今。ミラージュ使いてえな。インポスターこれがな。じゃあ解放しないよ大さん。ミラージュ。解放してはええやん。ミラージュ解放しないよ大さん。さ、まあ普通のクルーか。こっちでしょ。お、いきなり来た。よっしゃ。おい。マジか。いきなり抜けたよ。どこ行こうかな。これはこうか。でトマトバーこうか。キュッ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 。よしよし。あー、来た。わお。おろう。まさとてまたまさとさん死んどる。おい、また喋る人消えたの。いや、なんか別また消してんな。待って、あ、これは普通に書いてほしか。おー、マジでこ、おー、はい、じゃあ、まあ、俺の起こしたアクションから、はい、エンジンルーム始まってから武器庫に直行して、で、銃の整理をして、で、そのタイミングでドライさんに会った。え、銃にウィングもあった？え、どこって？ウィングマじゃなかったな。なんだった？単純なハンドガンしかなかった。ハンドガン？あ、あ、P20 か。で、続いて金庫室まで駆け上がって。左かに。マサトニキ、金庫脇で、なんだ？うん。自分科学者なんですけど、まあ。バイタル見たら、まあ、2秒前にはもう死んでましたね。だから、即通報ではない。ほう。ああ、即通。とりあえず、山並さんは、が言ってるのは、左側2番目のトイレで溺れてた。溺れてるんだ。溺れてた。溺れるんだ。溺れてたの。溺れてたのか。溺れてたって。困っちゃう。じゃあ、かわいそうに。事故じゃねえのじゃあ。もう事故か。事故じゃねえだな。事故だか。事故だな。え、なに、弁当と間違えてトイレ入っちゃった。すっぽりはまっちゃったのかな。はい、これ、労災売りずと思うから、こういうことして処理しましょう。そうですね。事故ですね、これは。癖がひどすぎる。マサトさんぶち切って細音死んでる。落ちてる。落ちちゃった。これもローサーいるかな。で、こっちでお休みだ。俺船降りたいんじゃねえな。俺船降りたいんだけど、これもう。殺人鬼しかおらん。こっちか。右これ行こう。写真室やったっけ。違うか、弁当掃除か。オッケー。はい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 。お、衝突コースやばい、回避しないとまずいよ。うるさいね。早い。くそ、やられた。
られた。気づけ。くぅ。あ、なんだ。おい、食べる人を殺すんでない。どんどこどん。え、次俺殺される？次俺殺される？おい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 。怖い怖い。はい、どうぞ。どうぞ。医務室でバイタル見てた時に、ドライトさん死んでから、だいたい15秒ぐらい、相手、通報されたんで。うん。割とタイムラグがある。うん、まあ、順当に考えて、衝突コース回避しようとしたら、ドライスさんが回避されちゃった。ちょっと待って。これは釣らないとまず、いや、まずは、ドライトさんが回避されちゃった。私はね、これといった決定打が全くないので、人見ねえな、マジで。あ、ドライスさん、初手メイン。メインで、あ、メインいた、メインいた。メイン行ってシャワー行った、方面行ったこと見てた。いや、自分は電気室なのかな、そこ何なんだろう。俺、わからない。あれっすね、衝突コース回避する前は、としがみさんと一緒にダイヤ磨いてたんですよ。はい。で、その後、午後一の肉まんの55さんについてきながら、アドミンに行きました。俺一応切る可能範囲ではあるんですけど、可能範囲ではありません。とりあえず午後肉まんは特に殺す素振りもなかったし、うん、食べてもいいかな肉まん。右側直したの誰ですか？ちょっと右側直したの俺だね。ちゃんと緊急回避入れたか。緊急回避入れたね。なんなら半額戻ってきた。あー強い強い。当てはんじゃないワンちゃん。いや、当てはん。なんか、ニャンプに入っとる。ワンちゃん、なんだっけ、俺はしょうがない。ゼルダの空前カス当てで当てはんじゃない？そんなら本当てしろよ。それはいい。よし、じゃあ行きますか。俺一人か、喋るの。俺の死因を誰も言ってくれなかったな。タオルに漏れてたってこと。誰か言ってくれよ。見てないな、ちゃんと。スイッチはやりやすいな。あ。行くな。嫌がらせかな？これは。嫌がらせ。いや、実はね、直吉が来る前にね、一回喋る人全員殺されて、無言のまま終わったってことがあったんですよ。いや、放送事故。いや、ひどいな、それは。まあ、マジ？それは、それとして。マップが広すぎて、どこかがわかんなくて、ずっと。私、ボタン押そうと思ったら死亡通知来るの。結局意味ないじゃないですか。展望デッキの飛び出てるところで。何？Wi-Fi、Wi-Fi、Wi-Fi のとこだね。虫取り網で捕まえようとした。俺移動するのめんどくさいからさ、ボタンを押して下に移動しようっていう、ちょっと旗迷惑なことしようと。あと一人誰か釣らないとまずいんだよな、ちょっと。ちょっとやばいね。ダブルキューかまされたら終わりだね。そうなんよ。とりあえず俺最初は何やってたっけな。直吉と何もするかりやってくれ。あれこれ何落としたんだっけ。アドミって何。アドミン転生。いや、ヒロさんアドミンどうでしたってやるけど、アドミンがどこなのかわかんない。単純にあれじゃないの、見れるとこじゃないの。3人くらいさ、ボタンをすっかりやってくれよ。まだタスクがね、ほとんど終わってないんですよ。あれじゃない？でも、材料ある？みんな。材料？ない。ない。材料ないでボタン浪費すんのも、どうなんだろう。ないんで。した方がいいかな。
いや、まあ、あの運任せだけど、正人家に委ねるっていうのも、なるほど。守護天使、星を守るのは天使の使命だから。なぜか大玉に一票入るごよ。ふざけんじゃねえ。はい、ではでは行きましょう。まだまだやることがいっぱいあるわ。よし、あの生き返ったらある人にあることを言いたいと思います。ですね、あの喋る人を減らしてる人がなぜ殺人鬼なんですかね。喋る人を減らすな減らすなっていう人がなぜ殺人をしてるんですかね。有利に私も意味が分かりませんよ。もうカッパラッパーだもう。マジっすか。何を言ってんのこの人。そう、この人何を言ってんのこの人って。あいつか。いや、あいつですよ。あいつですか。まあ、誰に殺されたんですか。俺はまあこれ言っていいんかな。そもそもここもう守護天使がいるからあんまり言うとバレちゃうような気がするけど、どうなんだろう。あ、うん、こうなるんであまり守れないです。うーわ、午後一の肉まんが好きだよ。年上さん、なんでそんな近くにいるんですか。ん、年上さん、なんで倒れた人を素通りしていくようなポジションにいたんですかね。はい、それはうん、はい、絶対今足止める場所ちょっと手前すぎませんでしたが、絶対ひるんだでしょ、あんた。もういやでもここでもう一人釣らないとまずいから。いやもう一人釣れば、まあ、もうねもうかちょっとねまあ直吉さんに委ねてみるか。もうこれで直吉だったら俺もう知らないかな。俺もう誰も知らない。手は引こうと思って、あーこれ一番最初だねーって、下回ってったらなんか遺体が転がってるんですよ。これナオキッチだったら知らねえかな。俺も知らねえもん。いやでもまあ確率にとそれで大田部さんだった時が一番怖いけどな。なんでやめろ。考える最悪の状況なんて。吐き気を催すジャフ。山並さん投票しないの。山並さんはもっとお話ししたいんだって。寝落ちもしもししたいんだって。それなら DVD とかで付き合うよ、俺は。いやちょっと俺は無理っす。あ、俺 DVD 買ってねえや、そういえば。お疲れ様です。俺 DVD 買ってないや、無料だったのに、エピック。さよなら。おちゃけじゃねえよ。デジタル積み木すんの忘れてた。何してんだ、お前。あ、出ないんで。はい、じゃあ行きますか。ああ。一人釣れたのか。うん。俺やられたの多分年上さんやったね。もう一人の正体は大田です。だろうね。あの人本当に言ってることでやってることが違うんだよな。本当よ。じゃあの人後でしばき倒したい。頑張って。頑張れます。頑張ってくれ。何かあった時はドライスさんがしばき倒しましたって言ったんで大丈夫です。うん。あ。あ。早いよ。早いな。エマージェンシー。いるくるかすぎ。はい。どこ行ってもね。特になんか。かかるタイミングだから、ヒロさんは一度泳がしといて。って言ってもあれなんだよな。回避に来たのが直吉さんと、あと一人誰。白色だっけ。山内さんかな。俺も一応行ったよ。いや、右側。あ、右側は行ってない。右側は直したね。うん。右側はめんどくさすぎ。ほんとに、あそこ。しかも、どっかのヒロってやつが、あ、でもいいのか。右から来るのがいいのか。ん？なんでもない、なんでもない。ヒロさんが突っかかって、山田ちゃんが、こういった感じがしてなかった。でも、残したかって。無理じゃね、さっきの時点で、うん、年上が隠し、隠の
あ、でも分かんねえよ。年上がカックロっていうのも分かんねえよ。うん。一応。あの人も、かなり黒いけど、グレーではあるの。無理じゃないですか、もう。いや、もう無理。正直、唯一の懸念点としては、直吉がやったってこと。そこだけ気をつける。じゃない？じゃあ、山並さんは誰に入れるんだろうか。山並さんはドライさん。ドライさんじゃない？ドライさんに入れたんだよ。タスク頑張るぞ。タスクガチャありますよ、これ。はい、よし。どうやったかな？本当に。だって喋る人を殺したいけないって言ってる人を殺すんでしょうか。だよな、だよな。で、あいつ芝居てやるんだよ。もう絶対、あいつはもう絶対許さん。あいつ3回ぐらい連続で俺のこと最初にやってるから。いや、ね、まあ鉄砲的突っ込んだ俺も悪いんですよ。まあ、いや、完全にあー危ねえだろうな、危ねえだろうな。よう突っ込むぞ。あ、あれはあれは罠だ。あれは罠だ。大玉さんの位置知りたいな。いや、大玉さんもいる、ワイムさんもいる。一応カメラいる。うわぁ、やだな。どうする、タイミングで。いや、これ、いや、タイミングがつかめない。いや、でもあと何、いや、でもまだ上まで5秒かかる。あ、一人いる。あ、よかったよかった。いや、とりあえずここで、あぁ、ちょっと。あ、ヒロさんが。あ、お、お、お。離れてくれ、マジで離れてくれ、マジで離れてくれ。いや、あ、そう。あ、やばい、これは。あ、やったない。ちょっと待って。やばい、やばい、ちょっと待って。エンジニア誰もいないの？どうなんだ？いや、とりあえず、ここ防衛するしかない。ここ、一回。そうだね。防衛して、タイミングこれ重要なんだよな、すごい。ずっと、あれだよ、まず。お、直した。直した。あ、直したんだ。あー。まあ、怪しいと思われるんだろうな、多分。じゃあ、待ってたら、やられるもんな。うん。ちょっと、大谷さんおうか。いや、正直、ああ、この人は衝突講師しかもう狙ってこないから。いやー、これどっか殺す。いやー、これ、ま、安易に守りたくないな。いや、ここ一回守るか。オッケー、危ない危ない思った。ギリギリガードした、ガードした。おー、来た。いや、よかった。今の判断がマジで。あれだわ。ナイス、ナイス。どうだ、あの人が入ってやがった。ちょっと待って、大谷さん絶対衝突回避絶対来るから。あ、いたわ、そこにいたわ。これやるなー。あー、くっそ、間に合わんかった。あ、間に合わなかったからもう完全にあれに行ったね。いや、なんすか。いや、早く来てくれ誰か。気づいてくれ。ギリギリ間に合わんかった。間に合わんかった。あ、いや、これ多分釣ることになる、釣ることになる。あれ、おい、押して押して、おいおい、押したら大丈夫。あ、気づいてないんだ。あ、そうそう、あ、よかった、よかったよかった。バイアムさんずっと勝てる。やはりオータムだな。あの場にいるのはオータムしかいない。これあの、なんだって、場所がわからなすぎてずっと迷子になってるんですけど。いや、あの、タスク多分これ俺なんだよ、できてないのが。ただ場所がわかんないっていう。おたおさん芝居っていい？マジで。いいよ。確証があるならどうぞ。いやと自分の罪数えていいですか。あー。多分。あの、80秒あるんで自分の罪数えていいですか。はい、あ、俺を重ねる。まず一つはシェイプシフターなのに運用の仕方を分かってないことと、二つ目はあのサボタージュを自分からうまく使いに行こうとしてないで、三つ目はあのサボタージュ、あのもう一人のインポスター、あの衝突コース回避するタスク使いすぎ。もうちょっと調べ。いや、殺す場所があれ間違いだと思うよ。いや、そうなんだけど、殺す場所も、いや、殺すタイミング無理じゃねって。
で、とりあえずね、俺が得意なサボタージュってクライムだったから、どっちかっていうと。暗闇で襲って、シェイプシフターでなすりつけれればなと思ったんだけど、はい、襲おうとする前にどっかのやつが衝突コース回避させようとする。あと最後は、普通に山並さんじゃなくて、ナオキッチ殺しとけばよかったねっていうことで、はい、やったのです。自分でも隠したね。あの押すところからなんか妙に離れてたからさ。自分に言うとさ、展望デッキってことだよね。展望デッキ、左下から。展望デッキで俺ガーブルされたんすよ。あ、そうだよ、俺ガードしたよ。ガードしてあげたよ。俺らの勝ちだ。勝ったぜ。海はそれだけか。ガードしてギリギリで、もうそう、はい、おい、確かに、てめえ、お前、衝突コースしか押してなかっただろ、お前。お前、暗闇押したの一回だろ、お前。誰確かに。確かに君、なんか、そうだよね。なんか、同じあれサボタージュばっかりだったからね。でね、で、はい、俺、その、なんだっけ、ナオキッチが押したあたり、なんかすっごいインポスター衝突コースのサボタージュあるよね、って。言ったんですよ。としかみに届くかなと思って、一回届いたと思ってたの、クラミ入ったら。その後ずっと。